皆さんまだ元気でしょうか。ありがとうございましょう。ありがとうございます。それでは参りましょう。梅村 SP6 最終決戦です。プレイヤーをお呼びします。連戦となりますのは黒選手。対するは勝者側から亀目選手。やってきましたグランドファイナル、梅村会の重鎮亀目、そして立ち向かうは若き星黒ですね。これ来てしまいましたね。ついにこれ来ちゃった感ありますよね。来ちゃった感ありますね。あの苦い表情見てください。そう、言いたいこと分かるんですよ。分かりますね。カメメといえばゼロスーツサムス大の嫌い、はい、一番苦手としているそうですね。現状カメメが持っているファイター、ロックマン、ワリオ、シーク、そのどれもがゼロスーツサムスが苦しいと本人はおっしゃっていました、はい、まあ正直客観的に見ても有利は絶対ないだろうみたいなカード。しかもこのノリノリの黒ですよ。ノリに乗ったこの男、はい、どのようにして倒すのか、守りきることができるのかですね、はい、カメメが何をピックするか、そこを見ましょうか。はい、グランドファイナルでございます。カメメがウィナーズサイド、黒がルーザーズサイドです。黒がまず2本取ればグランドファイナル2回目が始まります。カメメが2本取ればその時点で優勝確定でございます。ワリオ、ワリオ、ワリオが来ました。始まります。カメメ VS 黒、始めて参りましょう。ワリオ最初万歳。初手ロックマン捨てましたね。初手ロックマンはもう無理だと悟ったのでしょう。ですね、先ほどのロックマンのロックバスターの弱点が上方向から差し込み、はい、キャンセルしたじゃないですか。ゼロスーツサムス、ただ飛んでるだけで攻めできます。そういうことですよね。なんというゼロスーツサムスの、まあ、通常空中攻撃ですか。これは返ってくる。一気に火力を稼いだのはカメメワリオでございます。ここまで火力稼げたのだいぶ惜しいですよ。いや、このリードがね響くんですよね。響くというかワリオを楽にしてくれるんですよね。そうなんですよね。このカードワリオ側が辛いと言われるゆえんって何ですか。まあ、おそらく、はい、あのワリオって生身の技が全てなので、はい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 、この差し返しをうまくしたいとしてもこの武器判定を持った空中ニュートラル、空中グラップ、スウェーデンに対してこのような感じで差し返ししてこないと細かいダメージは稼げないと、はいはいはい、差し合いでワリオのこの当たれば効果力リーチの短い技が当たらないってことですよね。さらに言うとワリオって撃墜が難しいファイターじゃないですか、はいはいはい、よく言われるのがバンザイしてれば撃墜ができるぞという風に言われるんですが、はい、ゼロスーツサムスその万歳の前に絶対入りません。そうですね、確かにおっしゃる通りですね。そう、技のリーチが、大丈夫、技のリーチが長くてなかなかワリオの手中に入ってこない。その守り性能の高さがゆえんと、やはりね、あのワリオを使っているプレイヤーが出てくると、はい、会場の皆さんぜひバンザイで応援してくれるんですが、バンザイはあんまり見えないかもしれないですね、はいはいはい、このマッチアップ。ただ時間は刻一刻と過ぎています。試合内容はイーブンでワリオの体は少しずつ光ってくる。さあ撃墜がそろそろしたいところですが、いやそうですね、上スマッシュ撃墜。さあこうなってくると苦しいですよ。ここでどこまでワリオ側が捉えられるかって話ですね。後ろ空中ガード、空中後ろはかなり撃墜対策としては優秀ですね。深く当てていきたいが、はいはいはい、黒の位置取りも素晴らしい。確かにね、このゼロスーツサムスに対してリーチで最も勝負できる。これは撃墜ですか。撃墜ですね。先ほどから噛みつきはもう何度も何度も見せていたんですけど、あそこでしっかり通さないともう苦しいということは分かっていたんですよね。そういうことですね。それに対して黒も迎撃の構えで取ったんですが、そこにはうまく噛み合ってしまった。はい、ニュートラルと何か上空中噛み合って 41% ワリオは音上京、まだパーセントが足りませんでしたね。痛いぞ、73、危ないぞ、危ないぞ、 28% です。もう少し黒には猶予がある。よく後ろ、よく今ガードしました。今のパーセントの稼ぎかなり美味しいですよ。はい、
万歳が見えたが、バイクがない。復帰ルートが乏しい。割りよ、危ない。前ダウンを取って横強が素晴らしいですね。いいと真上だと撃墜してしまう。地上なので威力が高まってました。いや黒、これは守りきれるんじゃないか。後ろ、今の空中へ、はい、ルート入っていたら当たって、逆に逃げたら空中へが絶対待ってると。なるほどなるほど、攻めて潰していましたね。守ってガード、なんとか。ここは 60% であればまだ撃墜しない。うまい。こうなってくるとあれですかね、ワリオ側としてもおならを温存に走る感じですか。もう走っているように見えますね。なるほどなるほど。おなら確定のパーセントタイムをもうすでにダメージを与えて、はい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 、どん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 取っていっているので、最終ストックに持ち込みたいんでしょうね。そういうことですね。さあ、ということはワリオは小技で単発技打撃で撃墜しなければいけません。迎撃が非常にうまいですね。中距離はしっかりとグラップとニュートラルで拒否して、はいはい、密着上から降ってきた時には上強、横強で対空と埋まっている。撃墜ですね。見事見事に守りきりました。見事なゲーム運びでした、はい、これが対ワリオの一番いい部分ですよね。ゼロゼロサロスが持って完璧に守りきりましたね。おならを当てたいっていうような相手の心理状況を利用して、それ以外の撃墜宅も全て封殺すると、はい、相手がむちゃくちゃ来たところに上りの空中前、空中上、空中後ろなどを当てて自分の有利展開を作る、いつものスタンスなパターンです。はい、黒1戦目はイメージ通りに運びました。2戦目カメメステージをどうするか。カロスポケット、カメメ的にはおそらくここをリセットされてでも情報が欲しいところですね。はいはいはい、クロがどのようなスタイルで攻めてくるのか、どこで引っ掛けられるかってことですよね。要はさあ、ステージを変更します。あ、なるほど。村と町ですか。シークシークできました。シークは差し合いに関してはゼロセスサマスに劣らずの能力を持っています、はいはいはい、ただし撃墜能力に関しては先ほどのワリオ同様少し難しいところがあると。まあ、ゼロセスサマスとしてはまあいつも通り撃墜してくる、そんなイメージがありますよ。これは痛いぞ。体重差よーこ 42% です。シークとしてはめちゃくちゃ痛いダメージ。めちゃめちゃ痛いですね。本当に軽いキャラクターです。さあ、長魚が入りました。長魚自体はパーセント相当高いですよ。長魚をどれだけ当てれるかどうか、はい、コンボもね、ライン使って長魚で締めれば火力は伸びるキャラクターですよね。そうですよね。空中技だけで締めるよりかは長魚をどれだけつなげていくか。はいはいはい。崖端ガード固めは苦しい。ゼロスーツサム戦しっかり上から無敵負荷。危ないぞ。 108%針を投げるが、ゼロスーツサムスにとっては大したプレッシャーにはならない。ニュートラル対空取って、見てる見てる。あっ、撃墜。危ない。シークというとギリギリでしたね。ですね。真横に飛ぶとやはり軽い。下手をすくい上げる。73。うまい。これいい状況じゃないですか。かなり美味しいですよ。ここまで来るとゼロスーツサムスのコンボは絶対入らないので、はい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 、もうここはあとは強い技に当たらないように気をしながら、いやギリギリ効いたのだった。強い技があった。空中へ単発で撃墜。しかもこの上に広い村と町、黒ジャストシールドする余裕すらあるとか。まずいのでは。危ない。今でもあの当たらないの分かっていて、ちゃんと反転してダメージ取りに行きました、ね、あ、なるほどなるほど。黒側がですよね。です。空中ニュートラル、空中で2回目当ててからのフリップキックのメトロって相当難しいらしいんですよね。あ、はい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 。むしろ確定するんすかっていうレベルですよね。レベルですよ。ほとんど見たことないんです、はい、僕は。なので一旦反転してダメージを取ることを優先した、はいはいはい、しかしもうこの状況だいぶ美味しいですよ。いやー、ただね、1ストックの壁です。針を投げる。当たれば撃墜のこの空中針だが、そうですね、針長魚という有名な針を当てた後長魚が確定します。ガード姿勢が低い。上空中ようやくです。ようやくです。ガード固め、投げが入って長魚ギリギリ届かず。長魚が確定しないんですよね。
これはあれですか、ダメージ補正ですかね。ダメージ補正もありますし、はい、相当パーセントかで、おー、うまいと思ってた。ウエスマ激推、ね、いや全然間に合ってましたね。間に合ってましたねこれはカメメ苦しい。ゲームメイクなかなか思い通りにいかない。ガードが漏れている。上シフトしていたはずだが、飛び落とし、対空投げ、後ろ空中届かず。1ターンの火力差が相当響いてますね、このマッチアップですね。しかも1回のコンボ火力すらゼロスーツサムスの方が高いんじゃないか。あっと、前方向というわけでリセット。黒止まらない。これは止まらないですね。対シークもお見事。さあカメメ何を思う、この状況。いやー、ここでどう挽回するか。今最も窮地に立たされています。シークかワリオか、それともこれ、ね、オーバーレイですね。これザクレーシュートン切り払うクローブが受けるような、はい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 、最配信ですか、ですね、そんな見てなかったワリオワリオです。ワリオ、先ほどのゲームメイク非常に見事でしたが、それに対して切り返しをどうしていくのか。はい、序盤に圧倒された形ですよね。圧倒されてはいましたが、1戦目の序盤の火力取りは相当うまくいっていたんですね。はい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 、あれがもう一度あればとです。ジャストシールドしてくれ。ジャストシールド増やしますね。ですね、まあゼロスーツサム戦でジャストシールドしてなんぼのもんっていう、そういうところはありますけどね。あるんですが、空中ニュートラル下りで急降下を入れる入れないでジャストシールドのタイミング相当変わってくるんですよ。はい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 、はい、なそれで空中ニュートラル当たってから上スマッシュ、空中上空中上のいつもの流れを作るのがゼロスーツサムスの強みなので、端っこでジャストシールドを狙ってミスって激戦。うまっと、うまいぞ。これは美味しい状況ですよ。あっという間にストック取りました。これあるんじゃないか。なんだこりゃ。日本2ストックマッチですね。まあただワリオおならは多少溜まっています。そのプレッシャーが黒にどう生きるかって言ってもね、なんか戦い見てるとおなら、まあそもそも当たんない自信があるような立ち回り。パッチンパッチン、おならなるべく 2回使いたいですね。ですね、どこで打つか。崖の読み合いは皆平等のはずだが、ダッシュ攻撃、パッチン、危ない、見てる、もう少し。素晴らしい、よくマイク使いました今ですね。マイク中プレッシャーをかけるが、空中うまいですから、ジャックが間に合ってしまうと、ゼロゼロサムスのジャックなんと8001フレーム、驚異の速さです。驚異です、ほぼほぼありえないですよね。あの空中グラップ、空中前なんかをガードした後って読み合いなんですよ。上ビット、うまい、読んでいる。そこで上ビット押すか。回避方向しっかり読んでた。シュエビ、カメメがまたも追い越された。前プレッシャーはかかるが激痛にはならない。下京しっかり逃げる。完璧ですね、この近距離の下京にも付き合わない。カメメ体は光っているが危ない。どうする、逃げましたね。あそこは当たったら激痛です。はい、バイクを投げるがゼロスーツサムスしっかり逃げている。ニュートラル133、当たれば撃墜できるはずのワリオの強力な撃墜技がなかなか当たらない。ダッシュからのジャバーできた。こういうのが大事ですよ。大事ですよね。大事です。やっぱり当たんないからどっかでやんなきゃいけないですよね。ダッシュアタック当てる、単発当てるのは相当難しい技なんですが、はい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 、ゼルトさん飛んでくれるので下りの部分はガード張れない部分は当たりやすいですよね。ニュートラルと、まあ体の間ぐらいに届くように、まあ潜り込む必要があると。ニュートラル危ない。投げ、投げを通すんだ。そこでカルド82、89、そろそろウェイビーのプレッシャーがかかってくる。怖いぞカメメ、安易な空中攻撃がもう触れなくなっています。バイク投げる、グラップがバイクセスラーは持ってくれる。いや
美味しい。前から危ない。ステップ入れていたか。これは渡るぜ。カメメどう通せ。万歳万歳万歳。当たってほしいが黒は前に入らない。絶対横回避も使わないですね、この状況。使わないですね。硬いぞ黒。ブーッ渡らず。かましていきました。あのジャンプのタイミング、もう少し位置があっていればといったところがですね。もう少し奥だった。47万事休すか。カメメ攻撃太い択通しました。140になります。踏まれて大丈夫だが、うぃっす、怖すぎる。なんとか避けて、ニュートラル66。これ追いついてきましたよ。なんとかこれ追いついてきましたね。来ましたよ。すんでのところで撃墜技をかわしているカメメマリオ。これ黒としても時間稼ぐわけにはいかないですよね。おならが溜まってしまうので。そういうことですよね。バイクが当たれ、攻め切りたい。ここうぃっす、ジャンプに刺さっている。見事仕留め切りました。いやー、これは黒逆転優勝まで王手。寄せ付けないですね。全く寄せ付けないですね。対策が極まってますね。これ美しい間合い管理です。カメメはワリアと真珠。撃墜の流れは相当良いものがありました。はい、それを維持できるかどうか。おならを一発当てることができればというところ。黒は立ち回り変える必要なし。ここまで完璧です。上スマッシュ外してしまうと展開。あっとコンボ 29% 投げて、おいしいよ。おいしいですね。上投げるじゃ確定です。といっても、はい、どうぞ。結構のパーセントまで確定します。あれってどれですか。上投げ空中です。上投げ空中、まあ 3,40% ぐらいじゃないですか。あー、なかなかですね。まあ、空中前で落として、あれ下りで落とすとかなり広い範囲に変わってきますね。ですね。時刻が相当長いです。はいはいはい。ダウンは取れない。だがこのワリオのいやらしい豚足キックがプレッシャーになってきます。怖いぞ。うおお、大ジャンプ、垂直ジャンプ読みの。先ほど黒が見せていた空中スローの、確かにイメージですよね。俺も使えるぞと。投げるバイクはしっかり処理。カメメ無理にジャストシールドは狙わない。これは決めたかった。軸が合わないですね。 110% です。ワリオの打撃であればもう今上スマッシュだったら撃墜ですかね。はいはいはい。ダウンして、うまい。ここで倒したい。空中後ろ先ほど決めていったところ、あーっと撃墜。崖話グラップいいタクでしたね。今ですね。グラップからの移動方向を読んでした。スマッシュ、こうしたね、グラップからしっかり激戦につなげていくのも素晴らしいですよね。それも素晴らしいんですけど、先ほどカメメが崖上がりに対して壁付きではなく空中後ろを置いていたんですよね、はい、それに対するタクとしてあえてそれを使った。ああ、なるほど。防具の役割も果たしました。だいぶカメメこれ以上ダメージは食らいたくない。もう少し伸びると、よし、攻撃ついに来ました。ワリオのタックル 40% であればまだ追いつきますよ。やったんじゃないか。黒の攻めが止まらない。ワリオこのまま包皮を離すことなく終わってしまうのか。おいしいぞ。おっと、2段目は当たらず。黒盤石です。これはもう苦しいか。おなら当てたいですね、このパーセント。何か改善があるとすれば、それはおならの指導を当てること。うまい。危ない。飛びうすら読んでる。いや、今ジャンプ読んでましたよね。読んでました。空中ショーの準備しました。背面向いてたんで。パッチン59。ワリオ黒とした時間を使ってもいい。横強 75% です。ワリオは79。ダメージイーブン、ストックが1個差。これは、うわー、素晴らしい。そこでも読み勝ってくる。上空中ちょっと高いのはまずいんじゃないか。危ない。勝負が決まってしまうかも。息を飲めない。これはギリギリ守りきれ。カメメワリオ黒息を飲むような戦い。下スマッシュしっかり避けて、うぅしゃー、タイプ
ぐえーというわけで梅村 SPGX ユニオンは黒ゼロスーツサムズです。おめでとうございます。いやー完璧、見事というほかないですね。これは4連勝です。見事。さあというわけで黒カメメ見事な戦いありがとうございました。コメントの方をいただいてまいりましょう。カメメからお願いいたします。ゼロサムどうしたらいいか僕に誰か教えてください。まあ本当に彼ちょっと今日海外の一番強いゼロサム並みに強かったです。ノリノリでしたね。ちょっと僕じゃ止めれませんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。個人的な話なんですけど、ピットやめてからゼロサムに変えてずっと結果が出せなくて、本当になんかキャラ替え失敗みたいな感じがずっと続いてたんですけど、今日この場で優勝できてすごい嬉しいです。本当にずっとスマブラ続けてきて、なんか悲願の優勝って感じなんで本当にありがとうございました。おめでとうございます。見事、おめでとうございます。おめでとうございます。さて、表彰を授与するものがあるんですけれども、あの実は梅村って SP になってからスポンサードを受けてるプレイヤーしかまだ優勝してないんですね。なので、フリーエージェントで優勝は初となります。黒選手というわけでどうの